浦添沖那種の父、小安氏高根御殿は、小安氏浦添王子、ともの娘、浦添沖のあるじから1646年3月16日を元祖とする琉球王族。第二直しの文家五世から高根紛りの味児童を務めた琉球王国の大名。小法王の長男、ともは王政氏であったが、20歳で創生したため王位を継ぐことはなかった。 その娘、浦添沖縄主が、父の浦添紛れを継承して高根御殿の元祖となった。浦添沖縄主は、ろく御殿主流、向井氏内間伝内六世、かつれんアジアサケンに嫁ぎ、長男、長式を生んで二週間後に亡くなった。高根御殿は朝式が継いだ。朝式は、直室王の三女、与波みね沖な主を妻に迎えたが、王主との間に男子ができなかったため、 本部五天の朝卓を次女、思え亀尊金の入り婿に迎えて、後目とした。五世、長剣の時に、高根紛りに転任し、それ以降、高根五天と称するようになった。六世、長慶の長女、真鍋尊金は、小明の日になった。廃藩置県後は、十一世、長京が、沖縄銀行初代踊り、十二世、友光は、沖縄タイムス社長についている。 ありがとうございます。